マーク7とはアメリカ合衆国が開発した最初の戦術核兵器である。弾頭部は W7 とも呼称され多目的戦術核兵器として開発され爆弾としてだけでなくミサイルなどの核弾頭としても使用された。また、トールとの通称もあった。ラブスことにより離脱時間を確保することなどを軸とした低高度侵入と 核爆撃後の生存を成立させる攻撃法が検討された最初の兵器でもある。マーク7は1951年に行われた各実験であるバスタージャングル作戦において実弾等の試験が行われている。戦闘爆撃機にも搭載できるほど小型軽量であり、機械搭載用に流線型で安定翼のついた形状となっている。各分裂兵器であり、 92分割の爆縮レンズを用いたインプロージョン方式を採用している。核出力はサブタイプによって異なり、8キロトンから61キロトンまであった。サイズは直径30.5インチ、長さ183インチ、重量1645ポンドから1700ポンド。新刊は着発、または空中爆発であり、W7 には 水圧侵幹も用意された。マーク7は1700から1800発が作られ、1952年から1967年まで配備された。2016年2月19日、ジョージ・ワシントン大学の研究所は、沖縄・壁が基地に核兵器が配備されていたことについて、機密指定が解除されたとして写真を公表した。その中には、 1962年10月に撮影されたとされるマーク7の写真が含まれていた。ありがとうございます。